バカマツタケは、原ケメキシメジカのキノコ。マツタケに酷似するが、松林ではなく雑木林に生えることや、やや発生時期も早いのでバカなマツタケということから、この名がある。学名にも、和名のローマ字綴りが採用されている。日本、中国、ニューギニア。マツタケによく似るが、やや小さく、全体的にやや赤みを帯びている。また、松林ではなく、 ブナカの水なら、コナラ、ウバメガシなどの紅葉樹林で発生する。傘の直径は4から10センチメートル、柄の長さは6から10センチメートル、胞子は5.5から7.04.5から5.5メートル、香りは松茸よりも強い。食用、サマツと呼び沈調する地域もある。また、松茸に似ていることから、似たりとも呼ばれ、高い経済的価値が期待されている。 日本においては、本種は農林水産省による2015年度、高級金根性キノコ栽培技術の開発、委託事業の研究対象とされてきた。この事業の成果として、2017年に奈良県森林技術センターと森林総合研究所が、林内での人工的な小実体発生に成功し、2018年2月に発表した。2018年10月、 多機科学は、バカ松茸の完全人口栽培に成功したと発表した。これまで本種を含む松茸菌原種は、植物との共生が必要だと考えられてきたが、多機科学の手法は、一般的なキノコ人口栽培の手法である、菌床栽培によるものである。多機科学は3年後の実用化を目指すとしている。ありがとうございます。